皆さんこんにちは、かっちゃんです。巾着ということで、今日は油揚げを使った巾着シリーズということで、お手軽な豚こまともやしを使って油揚げに詰めて焼くだけで驚くほど美味しい豚もやし巾着を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。もやし一袋の角を少し切り落として、袋の口を開け、水を流し入れ、水洗いします。水洗いしたら水気をしっかりと切り、袋を揉んで細かめにバッキバキに折ります。豚こま切れ肉 100g を細かめに刻んだらボウルに入れ、酒小さじ2を加え全体を混ぜ、豚肉に酒をなじませます。酒をなじませたら、小ネギ2本を細かめに小口切りしてボウルに入れ、バキバキにしたもやし、片栗粉大さじ2、ガラスープの素小さじ1、すりおろしにんにく小さじ1、塩コショウ少々を入れ、全体をよく混ぜ合わせます。全体が均一になるまで混ぜたら、油揚げの一辺に切り込みを入れ、揚げを開きます。揚げが開きにくい場合は菜箸を転がすか、スプーンで揚げを押さえると開きやすくなります。油揚げを開いたら、中に合わせた材料を詰めます。スプーンなどで押さえて、しっかり揚げの角まで具材が行き渡るよう詰めてください。揚げの中に具材を詰めたら、フライパンに薄くサラダ油をひいて中火で熱します。ではフライパンが温まったら、具材を詰めた揚げをフライパンに並べ、そこに焼き目がつくまで焼きます。ではそこに焼き目がついたら揚げを返します。では揚げを返したら、火を弱めの中火にして、水大さじ7を回し入れ、蓋をして8分蒸し焼きします。はい、では8分蒸し焼きしたら、だいぶこんな感じで水分なくなって、中にも火が通るので、最後少しこの油揚げが水分を吸っているので、表面がカリッとなるまで中火で焼き上げます。では水分が飛んで揚げがパリッとなったら完成なので、あとはお皿に取り出しましょう。中はこんな感じに出来上がってます。 OK。 はい、では後食べる際に味が薄く感じたら、ポン酢や醤油などつけて食べてみてください。ではこんな感じで詰めて焼くだけ、具材たっぷり豚もやし巾着の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は油揚げに豚こまともやしをたっぷり詰め込んで焼いた豚もやし巾着を作ってみました。それでは本日はみちょのビール割りで乾杯。乾杯。
超うまい。じゃあ早速いただきましょう。今回は最近ね、よくやっている油揚げを使った巾着シリーズということで、お手軽なもやしと豚こまを使った豚もやし巾着を作ってみました。いや、コメント欄にね、なんかみちょのビール割りが美味しいってコメントをいただいてたんですけど、めっちゃ美味しいです。今回桃でやったんですけど、桃とビールすごい合いますね。じゃあまずそのままでいただきます。ん、シャキうま、めっちゃ合う。油揚げを袋状に開いて、もうもやしは一袋まるっと 200g 使いつつ、豚こまやネギを合わせて、油揚げにたっぷり具材が詰まった美味しいレシピです。でももやしは袋から出さずに角を落として水洗いしつつ、袋を揉んでいると自然と細かくなっていくので、袋から出したり洗ったりする工程や手間も省けて簡単に美味しく作れます。でもやしプラス豚こまを入れることで、細切れ肉なんですけど、結構この豚から脂や旨味が出るので、お肉の量は少量なんですけど、もやしともよく合い美味しく仕上がります。あとは具材に片栗粉をまぶして詰めることで、ほんとこの巾着の口を閉じなくても中でしっかりと具材がまとまります。でもやしはもうほんと生のままを使うことで、シャキッシャキッとした食感が残ってすごく美味しいので、油揚げプラスジューシーな豚肉、シャキシャキのもやしが美味しいレシピになってます。フライパンに水を入れてしっかりと蒸し焼きすることで、中の豚肉にもしっかりと火が通り、もやしのシャキシャキ感は程よく残ります。で、最後蒸し焼きし終えたら、ちょっとこう油揚げが水っぽくなっているので、少しこうパリッとするまで水分を飛ばして焼くことで、外側の油揚げは香ばしく、この焼き目がすごく美味しいレシピになってます。じゃあちょっとだけね、ポン酢をつけていただきます。中に入れた具材に下味がつけているので、そのままでも全然美味しく食べれるんですけど、もし味が薄く感じたら味ポンやお醤油つけて食べてみてください。結構豚の脂とかこの油揚げを使っているので、少しさっぱり食べたい場合はお酢をつけて食べても美味しく食べれます。で、今回調理工程も、まあ、ほんと材料を混ぜて、あとは詰めて焼くだけで簡単に作れて、使う食材も油揚げにもやし、お手軽に買える豚こまで、安価に簡単に美味しく作れるレシピになってます。はーい。ということで今日は、詰めて焼くだけボリューム満点、豚もやし巾着を作ってみた動画でした。袋状に開いた揚げに詰まったたっぷりのシャキシャキのもやし、豚肉がすごく美味しいレシピで、ほんとこう買いやすいお手軽な材料で簡単にボリューム満点に美味しく作れるレシピになってます。揚げの油抜きもいらないですし、もうあとは材料を混ぜて詰めるだけで簡単に美味しく作れますので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、豚もやー。テンションも上げ上げ。